林英傑は台湾の台東圏出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2006年から3年間在籍した NPB での登録名はエルインチェ。随豊小学校、かの中学校、公園高小高校を卒業。ニックネームはミケ。高校時代に坊主狩りだったが3本だけ毛を伸ばしていたため、それ以来の愛称となっている。 1999年から2001年まで、台湾職業棒玉大連盟の来校でプレー。2002年から2年間、兵役のため現役から一時退く。兵役終了後の2004年、元西部の各大元が監督を務める、中華職棒連盟の誠対小ぶらずに入団し、脱三新王と最優秀防御率の2冠に輝く。また、同年8月のアテネオリンピックでは、 チャイニーズ台北代表に選ばれ、対カナダ戦と対キューバ戦にて中継ぎ番を果たす。誠対入団2年目の2005年も脱三振王に輝く。後に、楽天でもチームメイトであった林恩坂井とは、誠対コブラズ時代に共にプレーした両友。誠対の左右のエースで、総林と呼ばれていた。台湾球界5年間通算45勝31敗。 四西部、六607奪三振の実績を引っ下げ、2006年に東北楽天ゴールデンイーグルス入団。登録名をエルインチェとする。背番号は91。本人は、誠大時代と同じ、背番号19を希望していたが、監督に就任した野村克也が先に19をつけたため、この背番号になった。開幕前の3月に開催された第一回。 WBC のチャイニーズ台北代表に選出された。同大会では、初戦の韓国戦に中継ぎ登板している。シーズンでは3月26日の開幕2戦目の対、日本ハム戦で、日本での初登板を果たすも、4失点で5回を持たずに越され、敗戦投手になった。1週間後の4月1日、対ソフトバンク戦で2度目の先発。8回を投げ、 三安ダ無失点の高騰を見せる。しかし、リリーフ陣が打ち込まれてチームは逆転負けし、日本での初勝利はお預けとなった。その後は、請球の悪さや肘の故障に悩まされ、5試合の当番で0勝2敗、防御率4.33という成績に終わる。2007年、一軍当番4試合。同年12月に行われた第24回アジア。 野球選手権大会では、チャイニーズ台北代表として出場。タイフィリピン戦で先発して7回無失点と高騰し、最優秀投手賞を受賞した。2008年、背番号を49に変更。しかし、当番はわずか5試合で、定勝2敗。防御率5.23という成績に終わった。10月5日、球団から戦力外通告を受け、 在籍3年間で一生もあげられないまま退団した。当時の監督である野村が後に書いた著書、あ,ああ、楽天イーグルスによると、トレードマネーとして、楽天が誠タイに1億円を払って獲得したが、台湾プロ野球の選手に1億という高額の前例は、野村の中では聞いたことがなく、野村はその時点で林の実力を疑問視しており、当時の球団代表である、 米田ダ淳に対して騙されたのではないのかと問いただしたことを同著書に書いている。2008年年末の特別ドラフトにて CBBL のコーノーブルズから2巡目で指名される。2009年は27試合に登板。防御率4.44、6勝6敗1セーブの成績を残した。2010年は先発23試合を含む28試合に登板し、 防御率2.699勝7敗の成績を残した。オフの11月に開催された公州アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では準優勝を果たした。2012年3月10日に行われた東日本大震災復興支援ベースボールマッチでは台湾代表の先発を務めた。2014年オフに 戦力外通告を受けたが、2015年は、中心兄弟と契約した。2016年オフに、再び戦力外通告を受けたが、2017年は、ダマゴモンキーズと契約し、オフに戦力外通告を受けた。2018年1月6日に、社会人チームの台湾人事に入団。月給は7.5万円。シーズンオフに引退した。2020年より、 楽天モンキーズの一軍ブルペンコーチに就任した、インチェに関するカテゴリー、ありがとうございます。